はい、こんにちは、アコムさんです。新シリーズですね。新シリーズやっていこうと思いますが、こちらのね、タミヤさんの、あと、これは新しいキットになるんですね。チームスズキエクスターね、GSX、これは RR って読むのかな ?WR って読むのか ?RR でしょうかね、20ということで。まあ、これをね、やっていこうと思うんですが、まずね、最初に、少しね、本年中に、挨拶ね、本年中の挨拶。はい。本年中ね、まあ、いろいろありましたけどね、大変ね、皆さんには、応援いただいたりとか、コメントいただいたりとか、新しくね、登録していただいたりとかで、勇気づけられながらね、やってまいりましたけどね、大変ね、お世話になりましたし、ありがとうございましたということで、はい、本年中は、大変お世話になりました。ありがとうございました。ね、うまく言いませんけども、はい、そんな感じでね、感謝いたしております。で、またね、もう、これね、今日は、2021年12月31日ね、大晦日のね、もうね、結構時間来てます。8時、9時ぐらいですから、うん、結構時間来てますね。もうすぐね、新年明けてしまうんですけどね、なんか気がせわしいというか、うん、なんかこう、ね、落ち着かない気分ではあるんですけどね、終わったらすぐスタートみたいなね、もう終わるから終わる準備せなあかんのですけどね、終わる準備して、で、越したなと思ったらもうすぐスタートの準備みたいなね。というか、準備というかスタートせなあかんっていうね、流れになるわけなんですけども。ね、年明けたらまたね、来年もね、よろしくお願いしますと。まだ今年中ですのでね、来年ね、またよろしくお願いしますということでね、今は挨拶しておきますけど、新年明けた、新年明けたでまたね、新たなご挨拶するんで、またその時はその時でよろしくお願いします。はい、本年中は、お世話になってありがとうございました。はい。長いことね、挨拶しましたけども、簡単かな簡単ながらね、挨拶しましたけども。これやっていきます。スズキのね、バイクですね。はい、バイク。ね、コムさんはバイクはそれほど詳しくはありません。ただただ見た目がね、めちゃかっこええということで、作りたいなっていうんで作るんで、たまにまあやるわけなんですが、今回これをやっていこうということです。こんな感じね、開けたらバーンとこんな感じですね。これも初開けですからね、今。ね。もう年終わろうとしてるのに初開けです。ね。新年早々やってもええかったんかもわからないですけどね。もう、年内中にオープンしときたかったっていうのもあるので、はい、やっていきます。ちょっとこれね、避けておきますが、まずね、これがタオルですね。タオル系のパーツですね。そして、タイヤ。タイヤはまあこんな感じですね。太いな。かっこいいな。めっちゃ太いな。あ、で、あれやな。これバネ、ちゃんとあれスプリング入ってるんだ。まずね、突破締めにこの話しとこうかな。ディテールアップパーツね、フロントフォークのね、セットですけど、あるんですよ、別売りでね。あれ、どうかないるかなどうかなっていうところで、ずいぶん迷ったんですけど、まあ、いらんやろうと。今んとこの気持ちですよ。いらんやろうということでね、買ってないんです、今回ね。だから今回は、今んところ、最終までね、フロントフォークのセットを使わずに、やっていく方向で、進んでいくと思います。はい。ですので、ね、皆さん、期待にはね、添えないかもしれないんですけど、まあ、こんな感じでね、やっていきますよという感じで、はい。フロントフォークのセットを使わずにいくということでね、わ、残念だと思う方もおられるかわからないですけどね、まあ、いいやんかと思ってくれる方もおられるかもしれませんけどね、まあ、ね、なしでいきますよということで、はい。わかんないですよ。途中でね、どうしてもラジエーターとかのね、とこが、どうだろうな、あっちの方がやっぱりええのかな、と思ったときは、もしかしたらコムさん買うかもしれませんけども、はい、これ今、これパーティングラインなのかな、塗り分けラインなのかな、なんかここにね、ライン入ってるんですよね。この辺もちょっとね、見定めていきたいと思います。これはパーティングラインじゃないと思うけどな。こんなところにパーティングライン入るかな？塗り分けラインだと思いますけどね。これまあ調べましょうか。もしね、
詳しい方ね、ここにライン、これは塗り分けないんやと思うんですけど、ここにライン入って、これね、もしね、すぐ分かる方おられたらコメントいただいたらありがたいですね。はい、まあ、いただけない場合は、ゴムさんまたね、調べることになると思うんですけど、ここにもライン入ってるんで、これ多分塗り分けラインですね。タミヤさんよく塗り分けライン入れられてるのでね。はい、こんな感じです。これちょっと切らずに置きますね。処理したいんですけど、今回はもう開封ということでね、やっていきますので、ビニール開けていきます、とりあえずね。で、まあ、切るとしたら、まあ、カウルなんですけどね、他のパーツ切っていくかもしれないですけど、はい、こんな感じですね。ざっくり見ていただきます。新しい、キットなんでね、こんな感じです。もうこれ見ただけでワクワクする方もおられるでしょうけどね、もう、多分ね、好きな方はもうとっくに買ってる。うん。買い終わって、もう作り終わってる方おられるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。こんな感じです。はい。コムさん、これまだ資料を調べつつね、作っていかなあかんので、また調べながらね、ぼちぼちに作っていこうかなと。うん。ぼちぼちでね、ゆっくりまったりね、作っていこうかなと思いますのでね。ね、パーツ的にはね、やっぱりタミヤさんの、久々にタミヤさんなんですよ、コムさんね。タミヤさんなので、作りはね、申し分ないんじゃないかなと思います。綺麗な感じです。はい。こんな感じね。で、あ、こっち置いとこうか。ここ置いとこうか。で、次、もう順番にね、上から順番に取っていきますね、パーツは。これ、もう開けましょうか。これは、まあ、骨組みというのかな。こんな感じのね、パーツですね。マフラーとかね、本体のね、まあ、骨組みの部分とかメーターとかね、ですね。はい。うわ、これすごいな。これね、溶接跡が、こんな、ね、これを溶接跡を再現されてますね。これすごいな。これないときはね、わざわざ、あれですよね、溶接跡って言って作ってる方もおられましたけど、今回は、どうなんやろ。あることが嬉しいか、もしくはね、あることで、やること減っちゃうから、ちょっと待ってよ、みたいな感じになるのか、どっちかな、これはね。喜ぶ人は喜ぶと思うんですけどね。コムさんはどっちかにしたら嬉しい方ですけどね。はい、これが網じゃないから。これ網じゃないからね。これ辛いな。うん、これはね、どうだろう、うん、フロントフォークのパーツやったらこれついてんのかな、網でついてんのかな、ちょっとだけね、パッとだけ見たんですけどね、あんまりじっくり見てないんでわかんないですけどね、網はなんかいっぱい細かいのもついてたように思うんですけど、はい、これがまあ、こっちが上になるのかな、大変これも綺麗です。艶消し半艶やったらそれなりにできてますしね。ただここにね、ちょっとこう、うねりが見えるんで、これはまあ塗装しせなあかんっていう感じにはなると思うんですけど。はい。あとチェーンはもうね、すごい感じですね。うん。リアルだ。これ縫うの大変だな。またね。こんな感じです。で、ホイールね。ホイールもかっこいい感じですね。ハンドルね。なんか折ってしまいそう。折ってしまいそうな感じする。あ、大事にしていかなあかんな、これは。はい、次行きます。ね、じっくりね、まあ、他のね、ツイッターとかインスタでやっておられる方おられるんで、多分ですよ。わかんないですけどね。見てないんでね、わかんないですけど、もし、あれや、もしね、じっくりこの、パーツね、見たい方おられたら、コムさん動画でもいいんでね、巻き戻してもらうかな、止めてもらってね、一時停止押してもらって、じっと見てもらうか、そんな感じでよろしくお願いします。まあ、じっくりこれ今ね、これで十分じっくり見れるんじゃないかなっていうぐらいの流れで言ってるつもりなんですけど、はい、これはエンジンですよね。これもまあ塗り分けしていきますよと。で、これか。これがラジエーター。これがカバーになるのかな？ラジエーターになるのかな？カバーかな？これはね、どうしようかな？どうできるんだろうな？はい、すいません。ちょっと通しで撮ろう思ってたんですけどね。まだ容量いっぱいになっちゃいましたね。これがフロントフォーク。これがね、
詳しい方はね、あ、まあ、でもね、やっぱりパーツ使えばね、いいのはいいのは間違いないと思うんです。はい。ただね、タミヤさんもね、結構作り込んでるはずなんで、これで十分見れるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね、実際、またなんかのね、あの、タイミングでね、フロントフォークセット使ってる方のやつとか目に、ね、あの、見られる、ね、タイミングがあったらそんなんで見てね、どうなんだろうって判断したいなっていうのもあるし、まあでもこれだけいけてたらもうほぼほぼええんちゃうかなと思うんですけどね、かっこいいね、やっぱり。はい、こんな感じね。パーツはまあこんな感じですよと。綺麗です。大変、非常に綺麗ですね。はい、そして、次はこれクリアパーツですね。クリアパーツも、これはあれかな、あのボディのあれやな、こういうねつぶつぶになったあのあれあるんですよね、部分があって、それの再現するところがクリアパーツでやってるっていうことなんでしょうかね。うん、これでこういうやり方であのリベットの再現とかねしてもらったら結構細かいつぶつぶができてますよね。これいいですよね。うん、でこれなんだろう、ね、これなんやろ、コムさんこれわかんない、あのわかる方はもうすぐわかると思うんですけどね、これはあれやね、こうなんていうかな、あのジャッキアップ、ジャッキって言うんかな、あれのコマですね、コマね、はい、そんなところで、ちょっとカメラ当たってみましょう。はい、そしたら次ですね、これはなんかねこういう、あ、説明書というかあれですね、なんかこう資料みたいなやつ、こんなん入ってますね。これありがたいね、これはありがたい。うん、これで、あ、塗り分けラインじゃないんだ、あれやっぱりパーティングラインになるんだ、だからあんなんね、パーティングラインって思わないですよね、思わないというか思うけど、あのパーティングラインじゃないって言ったらパーティングラインじゃないみたいに見えますよ。これは塗り分けラインだよってね、今までは F1 とかでね、このぐらいのレベルで塗り分けラインですよっていうの入ってましたからね。うん、これがパーティングラインってね、どんだけ綺麗なんだっていう話ですけど、はい、まあまあこれ資料一つ、資料ね、いいですね。はい、これカーナンバーっていうのかな、マシンね、これナンバーどれでいこうかなっていう迷うところやけど、まあやっぱ箱上に順次といくのかなと思いますね。どうだろう、あ、これは読めないこっちやな、はい、こんな感じで、こんなん入ってますよっていうね、はい、そして、次が、まだなんか入ってるんですけど、コウさん老眼鏡をかけながらやってるんでね、こうパッと見で見えないんですよ。はい、これね、こういうプラモデルを作るときはこういう工具がいって、こういうふうに作っていきましょうねっていうようなね、良心的ですよね、こういうアドバイスね、塗装のアドバイスがあったりとかいうのも入れてくれてますよね。こんなん入ってるのを初めて作る方とかコムさんとかでもね、嬉しいですね、やっぱり。はい、これは、あ、こういうね見開きになってるというかね、こういう感じになってますね、これはいいですね。あと、あ、これはパーツのなんか訂正というか、これはこんな値段ですよっていうね、はい、これはねこんな値段ですよっていう説明書きですね。マークいうのがデガールなんですけど、420円と300円、まあ一つあたりの値段は安いような気がしますね。デカールでね、このぐらいの値段やったら大変ありがたいというか嬉しい。このぐらいのね、大きなデカールはね、何百円かで売ってくれるっていうね、っていうのは大変ありがたいですよね。あの、社外デカールとかね、ああいうの使うとね、1000円で効かないですよね。2000円とか3000円とかするやつもあるし。ね、某メーカーさんのデカールは純正でも2000円ぐらいしますから、あれはね、まあ、もともとはね、ついてますけど、1個目はついてますけど、次、買い足そうとしたらね、2000円ぐらいするんで、あれはね、ちょっときついですね。デカール2000円っていうね、もう次の新しいキットがあれば、新しいキット買えるやんかっていう感じがするんですけど、はい。
の辺もちょっと考えていただけたらなっていうのはあるんですけど、ね、はい、デカールはね開けずにまあこんな感じですよっていうね、はい、感じです。2枚ついております。これ2枚目のやつは多分カーナンバーで違うし、あれでになるんやろなっていうふうに思うんですけどね。これとこの説明書のこれには書いてくれてるとは思うんですけども、デカール、あ、塗装のあれやね、マスキング方法まで書いてますよ。すごいな。はい、こんな感じでね、インスト始めからいこうか。こういった感じ。あ、これ、あ、デカール折ったあかんからちょっと逃げといてもらって、これですよね。これがフロントフォークのパーツのやつね。これですね、ディテールアップセット。やっぱりこれ見たんですけどね、細かい穴が開いてるやつで、やっぱりこれはこれで違うよな。これもね、穴開いてるしね。この金属のこういうパーツで組み立てるっていうのがもうそもそも変わるからね、見た目がね変わるんで、精密さが変わるんでね。よいしょ。はい、こんな感じで、バイクは勝手が分かんないんでね、まあパッと見、あ、こんな感じなんかっていうね、あ、スタンドやね、ジャッキじゃなくてスタンドですね。コマですね、コマか車輪ですね。はい、こんな感じですね。めっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しそうやけど、ちゃんとできるかなって。知らない世界ですからね、まあ、まるっきり知らないわけじゃないんですけどね、詳しい方から言ったらね、もうほとんど知らない世界と一緒なんで、はい、まあね、喋りもこのぐらいですけどね。はい、まあということでこんな感じでやっていきたいと思います。これはまあね、ね、新年明けてからですよね、明けましておめでとうございますからの話になると思うんですけど、あれ、デカールの貼り用が、あ、さっきのあれか、説明書のあれで貼っていかなあかんのかな。デカールの貼り用が なかったですよね、今。あ、これ途中にも書いてるんだ。途中でここに載ってるんだね。こうやってね、こんな感じで。まあ、いろいろまた考えてね、詰めていきたいなとは思います。このナンバーの車両はこれで、このナンバーの車両はこれでっていうやつがね、あればいいんやけど、同じなのかな？同じなのかもしれないね。まあ、デカールも開けてみないとわかんないですけどね。ああ、ここにありましたね。これ気づいてなかったんかって話。あ、違う違う。これ36番のやつだからね。42番と50番で違うんで、そのあたりはまた説明であるのかな。何番、カーナンバー何番の場合は、これですよみたいな説明がどっかであるのかな。それとももうほとんど一緒なのかな、全部。はい、ということで、こんな感じでね。はい、開けてみましたよだけで今日はね、終わっちゃうんですけど、コムさんこれやっていきますよということで、よろしくお願いします。またね、ちょっと飛びスカイラインとかね、フォード GT40 の続きもありますのでね、あちらに多分力注ぐんでしばらくは。ちょっと飛びでね、まあ開くかもわからないんですけど、またね、よろしくお願いします。はい、来年もね、来年の作品になっていくんで、来年もよろしくお願いしますということで。はい。またね、最後に、今日はこれで終わっておきたいと思いますからね、最後にね、本年中はありがとうございましたということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。で、はい、ということで、今日はこれで終わります。チーム鈴木エクスター GSXRR ですね。はい、ということで、映ってたかな？はい、ということで、今日はこれで終わっておきたいと思います。はい、それでは、また次回お会いしましょう。あ、そうだ。コムさんのね、チャンネル登録ね、どしどしよろしくお願いします。コムさん動画に出会ったら迷わず、ポチッとチャンネル登録ということで、よろしくお願いします。はい、それではね、また次回お会いしましょう。さよなら。